Thank you.
火星の後継者か。違います。識別信号。
東軍艦隊です。なでしこ B、 こちらは東郷軍第5艦隊所属弓張月である。君たちの行動は明らかに新地球連合軍機に違反している。よって直ちになでしこの機関を停止してマスターキーをこちらに渡してもらおう。言っておくが、妙な真似は起こさんことだ。こちらの指示に従わない場合は反乱とみなし、実力行使もやぶさかではない。これは脅しではないぞ。どうやら本気のようですね。俺たちの苦労も知らないで、まったく勝手だよな。僕たち軍法会議にかけられるんでしょうか。そういうことになるんじゃない。ふえー、本当ですか。宇宙軍本部に連絡はできないか。ダメです、通信回線が開きません。さてどうしますか艦長。しかし多勢に無勢じゃ逃げ切れるもんじゃなさそうですよ。ここは相手の指示に従って様子を見た方がいいと思います。なでしこ B 機関停止、マスターキーを解除しました。じゃあ私が向こうに行ってきます。艦長はなでしこで待機していてください。それがいい。失礼ですが、艦長といっても訓練の延長上でのことです。話がややこしくなるとまずい。どうです艦長、ここは一つルリさんに任せてみては。地球連合宇宙軍少佐、星野瑠璃です。なでしこのマスターキーは持ってきたかね。はい、でもその前にお話があります。君たちはすでに任を解かれている、発言する権利はない。問答無用ですか。そういうことだ。以後火星の後継者鎮圧は我々統合軍がその任に当たる。君にはいろいろと説明してもらわればならんな、少佐。星野少佐を連れて行け。バカ。いまだありません。沈黙しています。さて何と言ってきますかな。ルリさん大丈夫でしょうか。調査のことだ、心配ないよハリー。ダメです、まだ回線がつながりません。どっちにしても待つしかないか。我々はこれより火星に向かい統合軍主力艦隊と合流する。君たちには回収艦が迎えに来るまでそこでおとなしくしていてもらおうか。これ以上勝手な行動を取られてはかなわんからな。あ、統合軍艦隊がタケルより続々とボソンジャンプしてきます。訓練政府勢が何を言うか。そんなことより自分の身を案じた方がいい。せいぜい軍法会議での言い訳でも考えておくんだな。